どうも06の東堀です。本日は以前コメント欄にてご質問のあったヘテロとポッシブルヘテロについての説明をしていきたいと思います。まず前提としてこの動画は、ヘテロとポッシブルヘテロがまだ少し苦手だなとかまだ少し理解できないなという方に向けての動画ですので、まあヘテロとポッシブルヘテロ、理解されている方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方にとっては少し退屈な動画かもしれません。まあ、では早速説明していきたいと思います。でまずヘテロとは何かというと、まず例えばボールパイソンの中でのモルフで、パイボールドとかアルビノ、まあ代表的な霊性モルフですね。まあそういった霊性モルフっていうのは、例えばアルビノだったらアルビノとアルビノ2つの遺伝子がくっついて初めてアルビノという表現が目にわかる表現が発現します。でその状態がまあホモ体とかって言うんですけど、でまあそれはまあ目にわかる状態ですね。でそれが例えば遺伝子が1つしかない状態がヘテロと言います。なのでヘテロアルビノっていうのはアルビノの遺伝子を1つ持っているけれども見た目には分からない状態、それが、ヘテロと言いますね。それが 100% 入っている状態を、まあ、100% ヘテロアルビノとかって言うんですけど、まあ、略してもう 100% 抜いてヘテロアルビノとかって言われることが多いんですけど、で次はまあポッシブルヘテロですね。まずポッシブルっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、直訳するとまあ可能とかあり得るとか見込みのあるとかっていう意味なんですけど、なのでまあポッシブルヘテロっていうのはヘテロが入っている可能性があるという意味ですね。まあ表記で言うと POSS ヘッドとかって書くんですけど、まあポッシブルヘテロ、まあポッシュヘッドとか言うんですけど、まあそれがポッシブルヘテロです。まあ 50% とか 66% とかあるんですけど、では実際にヘテロとポッシブルヘテロがどういった掛け合わせの場合に生まれるかっていうのを例を出して紹介していきたいと思います。でまずヘテロなんですけど、 100% ヘテロアルビノ、どういう掛け合わせで生まれるかというと、じゃあ例えばアルビノですね、アルビノのホモ体、表現しているアルビノと、まあ、ノーマル表現をかけた場合っていうのは、劣性モルフは両親に、アルビノの血がないとアルビノっていうのは表現できないんで、片親にしかアルビノがない場合、子供にアルビノは表現しないですね。でなおかつ片方がホモ体なので 100% の確率でヘテロが遺伝します。一つの遺伝子が、遺伝するということですね。なのでノーマルとアルビノをかけた場合は子供は全て 100% ヘテロアルビノです。それがまず 100% ヘテロアルビノが生まれる場合の掛け合わせです。で続いて少しややこしいんですけど、ポッシブルヘテロが生まれる掛け合わせですね。まず 50% から説明したいと思うんですけど、先ほど生まれた 100% ヘテロアルビノを親の、ノーマルに掛け戻す場合ですね。なのでヘテロアルビノと、まあ、ノンヘテロ、ヘテロ入ってないのを、ノンヘテロとかって言うんですけど、ヘテロアルビノとノンヘテロのノーマルですね、掛けた場合、っていうのは、まずヘテロアルビノが遺伝する確率は 50% です。ホモ体じゃないので一つの遺伝子が、子に遺伝する確率っていうのは 50% なので、子供には、ノーマルノンヘテロと 100% ヘテロが 50% ずつ、存在します。なので4卵卵が生まれた場合は、そのうち確率上2匹は、ノーマル、2匹は、ヘテロアルビノでも見た目に表現、区別がつかない。なので、その4匹は全て 50% ヘテロアルビノっていうことになりますね。これが 50% ヘテロが生まれる掛け合わせです。で、次が 66% が生まれる掛け合わせですね。66% が生まれる掛け合わせは、最初に生まれたヘテロアルビノ同士をかけた場合です。なので、両親が、ヘテロアルビノ同士の場合の子供は全て 66% ヘテロアルビノになります。で、なんで 66% かというと、じゃあ例えばヘテロアルビノ同士の子供がまた先ほどと同じく4卵生まれた場合、どういうパターンが生まれるかというと、まあ、結論から言うと、アルビノ1匹、ヘテロアルビノ2匹、ノンヘテロ1匹っていう、パターンが生まれます。で、その4パターンが生まれるんですけど、で、なんでその、確率の、まあ、分配というか、まあ、アルビノ、2匹がヘテロアルビノ、ノーマルになるかということなんですけど、ヘテロアルビノとヘテロアルビノなので、まず1つの遺伝子が、遺伝する確率っていうのは 50% なんで、まずヘテロアルビノが遺伝する確率が 50%。で、もう片親のヘテロアルビノが遺伝する確率が 50%。で、その2つの遺伝子とアルビノの2つを引けた場合のみ、アルビノが発現する、まあ表現ですね。身に分かるように表現するんで、ということはどういうことかというと、50% と 50% を両方引かなければならないということなので、50% の 50%。なので 25% ですね。まあ、なんでだろう、4分の1です。なので、4匹生まれたうちの4分の1がアルビノ表現です。なので、これはもう表現として分かるので、まあ、度外視できるということですね。今回 の、 説明で言うと。なので、残りの3匹が、ポッシブルヘテロ2匹、ヘテロ2匹と、ノンヘテロ1匹。じゃあなんでこの2匹が 3匹中2匹がヘテロになれるかというと、両親が、そうですね、ヘテロアルビノ、ヘテロアルビノなので、まあ、4分の1がアルビノ。で、っていうことはどういうことかというと、ノーマルを完全に引ける確率も4分の1なんですよ。なので、4匹中1匹はアルビノです。
なので、ヘテロアルビノとヘテロアルビノを引かない可能性っていうのも 25% ですよね。なので4匹中1匹はノーマルです。なので残った2匹が、ヘテロアルビノということですね。それが 100% ヘテロアルビノです。なんですけど、その結局そのノーマルとヘテロアルビノの区別がつかないので、この3匹が 66% ヘテロアルビノということです。3匹中2匹は、ヘテロアルビノですね。ヘテロが入ってるってことなので、66% ですね。100÷3 が、33.33333 なんで、かける2なんで約66ですね。なので、その3匹は 66% ヘテロアルビノということになります。まあ、なのでまあおおよそ7割方入ってるんで、入ってる可能性の方が高いんですけど、約3割は、外してしまうということですね。なのでその3匹は、66% ヘテロということです。これが、ポッシブルヘテロが生まれる掛け合わせですね。と、うん、いうのと、あとはまず劣性モルフっていうのは、なんで劣性かというと、一つの遺伝子しか持たない状態の場合、ヘテロが見分けがつかない、その潜ってしまうから、劣性って言います。で、でも例外っていうのがあって、もともと劣性って言われてたものが優性に変わった、モルフっていうのもあって、まあ、例えばスケールレスですね。スケールレスはもともとヘテロスケールレスとか、言われてて、一つしか、スケールレスの遺伝を持ってない状態はヘテロと言われてたんですけど、でも実際には頭の鱗がなかったりだとか、総排泄腔の一つ手前の大きな鱗が、縦に割れてたりだとか、そういうので区別がつくので、結局はもうヘテロでも特徴がわかるじゃないかということで、まあ、優性モルフになったんですけど、なのでそういう意味では、優性か劣性かっていう意見が分かれるモルフっていうのはいくつか存在するんですよね。なので基本的にはヘテロというのは外形には特徴がわからないということです。ただまあ劣性モルフによってなんとなくちょっと入っている傾向、ヘテロでも特徴の出るような傾向のあるヘテロとかっていうのもあるんで、なんとなく見分けがつく時っていうのもあるんですけど、基本的に 100% の見分けはつかないです。以上がヘテロとポッシブルヘテロの説明でした。まあ本来このヘテロとポッシブルヘテロとか、こういう遺伝学、遺伝子的なこの説明とかって動画にするよりもまあ文章にする方がまあどちらかというとこう分かりやすいと思うので、まあなかなかちょっと動画で 100% 説明が伝わったかどうかっていうのは分からないんですけど、まあこの説明についてのちょっと感想とかありましたらコメント欄でいただけましたら、またちょっと改善してまた分かりやすい動画とか撮れたらいいなとも思ってるんですけど、まあ感想とかコメントをいただけますと幸いです。まあ、こんな感じで今回の動画が皆様の参考になれば嬉しいなと僕は思っております。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。